枕行って。ああ、あれどうなったのよ、あれ。もう結構経ってるよ。ついに、うん、メールが、帰ってきました。てててて、てて、ちょっと何で、ちょっとこれはいい感じの返事が返ってきたということですか、そんなご機嫌ということは。なんか遅くなってすいませんと。あら。うん。ちなみにそれは、うん、その若林さんが送ってから、何日後に帰ってきたのよ、うん。あの時点で帰ってきてないって言うんですよ。土曜日に帰ってきてなくて、日曜日の夕方頃だね。うんうんということ、二日ぐらい、うん、二日後ぐらいだ。うん。おー。ちょっと、友達と映画見てお茶してました、なんつって。二日間も？うん。いや、どんだけ映画見てんの？長い映画見てんの？いや、それ俺だと思ったやん。うん、そこはよ、そこはもう無粋やない、そこ言ったら。まあ、ね、こっちもな、うん、キャバの遊び方知ってるからさ。え、背伸びしてんじゃないよ。いや、キャバって。で、まあ、どこに住んでるんですか？なんていう話になってさ。ほうほうほう。まあ俺はちょっと中野ですと。まあ言うじゃないですか。なんで中野をチョイスしたの？いや、もうちょっとずらしたいじゃない、そこは。笹塚って言うわけにいかないよ。別にいいじゃん、そこは言ったって。ずらしたいじゃない。まあそうなので、うん、どちらですかって言ったら千葉なのね、千葉。え？店はどこだ？東京の店でしょ？東京の店。へえ、じゃあだいぶ遠くから通ってんだね。千葉なのよ。じゃあ、平日は、ご飯一緒に食べれないですかねなんて送っちゃって。したら、また、二日帰ってこないから。何その二日間隔。でも帰ってきましたよ、それで。おう。で、金、土だけ東京で友達のところに泊まってるんですと。なるへそ。平日はご飯食べれない。それ嘘が本当わかんないよ、それ千葉っていうのも。まあね、もうあなたって中野って嘘ついてるわけだからね。そうそうそう。お互いもう騙し合いですよ。じゃあご飯食べに行けるとしたら、金土ですかねって言ったら、あ、でも金土は店に入っちゃうんですと。キャバクラの。なるへそ。だからお店に来てね、なんて言われちゃって。いやもう営業メール。俺は行くね。いやもうやめて、いや営業メール。俺、え？いや営業メールだ、そんなバカな話ないもの。営業メールってお前言うけど、うん、あの子のお前さ、スケジュール考えて行ってんのかよ。いや、でも店に来て月曜日から平日は木曜までは千葉で、千葉の会社で働いてんだよ。うん、で、東京にいるのは金土しかないんで、じゃあ逆に聞くけど、俺が千葉まで飯食いに行くのか。いや、もう、それはだから、ね。そしたらもう金土にキャバクラで会うしかねえだろ、お前。俺初めて1時間指名してみようと思ってるよ。いや、もう完全にハマっちゃダメ。それもうパターンですよ。向こう土曜日は今こうやってラジオやってるわけですし。いや、だからマジで、正直、月から木の間に移動させてもらえないかなと思ってんだよね。時間帯。待ってくれよ。ラジオの。なんで若林くんの君のさ、ちょっとミワちゃんと交代させてほしいんだよね。火曜日、ね。どうやって言うのよ。ヨシキ D はどうやってそれをさ、ヨシキ D の力を借りるまで、これ俺個人的な俺の話なんだから、俺がミワちゃんに言うよ。なんて言うのよ。言い方難しいよ、そんなもん。おはようございます、つって。曜日変えてもらえないですかね、これですよ。何ですか急に。どうしたんですか。いや、実は、最近キャバにハマってまして、その子が、金同士が、ちょっと、会えないんですよ。うん、で、ちょっと銅が潰れちゃうっていうのは、金仕事入ってる辛いんで、うん、火曜日だとちょうどいいんですけれども。うん、なるほど。でも火曜日だと千葉なんですよ、その子は。じゃあ、火曜日じゃなくていいんじゃないですか、変えんのは。金曜日が。いや、でも一番言いやすかったんですよ。なるほど、変えましょう。なるわけないでしょ。そんなもう、いや、ダメですよ、若林さん。もう完全に、店に来てねなんて、もう完全に営業メールですから、本当に向こうさんが若林さんのことをいいと思ってたら、違う違う違う、そんなより言わないもんだって。違う違う違う。だって店に来てなんて言わない、お金をわざわざだって、ね、高いお金使わそれは、じゃあ俺が、うん、俺はその子がずっと東京に住んでる子で、毎日ね、仕事東京でしてんならわかるよ、うん。千葉に行くわけにいかない。会えないから会えるとしたら、キャバクラですねっていうだけの話じゃない。いや、もうそうなってくると、うん、もう千葉に住んでるとか嘘かもわからんよ。もう全然その店の思いすぐ隣の。いや、あの子はそんな嘘つくような子じゃない。あ、もうダメだ、ダメだ。で、普通にお昼は仕事して、うん、それで自分の夢のためにね、お金、お金がいるからキャバクラで、本当は、本当はあの子は、うん、まあ、ゆめちゃんはね、
夢ちゃんって知らない。名前は知らないけど。本当はね、うん、キャバクラで働くような子じゃないんだよ、あの子は。だけど、夢のために、だから夢ちゃんですよ。ベタだな夢のために働いてんだ。その夢ってのは何だろう、将来の夢ってのはさ。いや、それは。キャバクラで働かなきゃできない。夢というか、うん、したいことがあんだよ。何をしたいこと？留学だよ。ベタだなベタだな語学留学かなんかじゃないの、それ。お前、バカにしてんのかいや、バカにはしてないけど、もうベタな、もうキャバクラ嬢の、もう本当に王道みたいな、イメージよ、うん。でもなんか心配してんだよ、うん、俺は。まだ、4日しか出勤してないって言うからさ。4日、入ったばっかりとか。そう。応援してんだよね、夢を、そのもの。だから俺になんかできることがあればとは思ってんだよね。うん、いや、わかりました。吹け込むには早いぜ。そんなもん、50とかになってやることない。そんなハマり方。いやいや、気をつけないとよく考えた方がいいですよ。もうね、とやかが言うのもあれだけどさ。とやかく言うな。俺の久しぶりのよう、ね、色づいた話に、お前みたい、お前いつもそうだな。俺を待ち伏せしてちゃちゃ入れてさ。いや、そんなことない。俺の恋愛を邪魔すんじゃないよ、お前は。もう恋愛なんですね、もうね。当たり前だよ。だって、仕事して、移動中に車運転しながらさ、うん、今頑張って働いてんだなと思うとなんか、胸がこう、熱くなって、何かなと思って。うん。うん、もうじゃあもう濃いですね。うん。じゃあ、それはもう申し訳ない。だから今後、また発表しますよ、だから、このラジオでも。うん。うん。まあじゃあ進展があったらさ。とりあえず金曜日だな、来週のな。うん。もし空いてたら、うん、ちょっと iPad で見てみるね、来週の金曜日どうなってるか、うん、いやーどうしようかな。お前は多分さ、そういうのなんかそのベタだなって言うけどさ、うん、ベタなの、やっぱその留学のためにベタだね。なんかよく聞くよ。うんうんうん、1時間お店行って、うん、その3人ぐらいまあ変わったりするじゃない。うん、そのうちの1人はそんな子がいるね。え、そんな？うん、夢があるっつって、留学したいっていう。3人中1人だよ。でも、どの店行っても。そう、留学する場所ってどことか言うの？そういう子って。まあ大体もイギリスだとかさ、ヨーロッパが結構多かったですね。ヨーロッパとかって嘘くさいね。じゃあ、うちは大丈夫だと思うわ。どこよ？カナダ。いや、カナダもあるぜ。若林さん。おい、何長男が笑ってんだ、お前。うん、長さん笑うよ、そりゃ。いや、それがさ。笑ってんじゃねえぞ、つけ焼き場。カナダ、そう、カナダ忘れてた。お前、カナダに悪いわ。カナダという3文字でこんな笑ってた。カナダは、カナダもベタだわ。うん、カナダとかオーストラリアとかね。あっちの方。お前、その、だから、うん、それ、覚えてるからな、そういう風に言ったっていうのが。彼女が、俺は成田に行くときは、俺は見送りに行こうと思ってるから。あと、なんかできることがあれば、って言って、まあ、うん、このぐらいは渡そうかなと思ってる。いや、ペイしたら、いや、若林さん、もう、どうしたのこのぐらいの額は渡そうと思ってる、ね。それは、俺は、夢を追う人が好きだからさ、俺はそれは、背中を押してあげたいの。背中を押すとしては、やっぱこのぐらいあげようかなと思ってるんですけどね。もう、じゃあそこまでの覚悟あるんだったら、私はもう何も言わないですよ。いや、でもな、頑張ってもらえた。じゃあもう逆に。でも頑張って、じゃあ、その貯金が、溜まるまで、あれだな、みたいな。ドクターメール返ってこねえんだよな。もう4日経つんだよな。水、木、金。だから4日経つんだよ。だからもう向こうはね、うん、そのもう餌をもう垂らしてるわけだから、うん、どうやってその引っ掛けようかっていうね。あとはもうぶってこう釣り上げるだけですから、もう食いついてるからパクパクこう言ってるわけだからさ。え、それは俺が、どっちが釣り竿を垂らしてんの？いや、向こうに決まってるでしょうよ。俺がじゃあ魚。魚や、もうその餌をもう今、もうつついて、今にも食いつかんかっていうところだから、うん、あとはどのタイムでこう、プッつってね、あ、うん、げるかっていう算段をしてる、その4日間だよ、おそらく。へぇーよ。本当に若林さんが言ってたら、すぐ帰ってくるもの、だって。あんま性意識ないよ、俺。そうだろうね。うん、魚は自分が釣られることなんか気づいてるわけないんだからさ。うん、そういうことですよ。まあでも、まあそう思っちゃうだろうね。あまり行ったことない人は。いや、こいちゃんだけど結構行ってるわ、私。結構行ってる方だよ。うん。
ん？それは。ああ、その店から？店からラジオやる？いや、俺ね、でも、それいい提案だと思うんだけど。うん、ちょっと、そしたらもう一石二鳥。いや、ちょ、笑いにされたくないんだよね。この気持ちを。いや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 。いや、なんなんだ君。なんだ君は。足長おじさん。私の足長おじさん。短いけどね、俺足。うん、基本シルエットでね、登場する。うん、やつね。でもさ、一緒にどう、うん、行かない誰か。この机焼き場でもいいけど。それで、じゃあいいよ。客観的な目線が入ってないっていうことじゃん。うん、今は客観的な目線は上しか入ってなかったから。ああ、まあそうだな。この中の誰かと俺行きますよ、うん。そこのキャバクラに。で、うん、俺がその子と喋るから、うん、それで、本当にちゃんとしてる子って見てもらえばさ。なるほどね。みんなも応援してくれるだろ、俺のこと。ね。じゃあ、大沢さんと行けばいいんだね。一番やっぱり、こうは言ってもさ、一番経営、女性に強そうじゃん。あ、しかもあと海外も、うん、知ってるから。そうよ。うん。うん。辺もね。やっぱりこの中で言ったら大沢さん。いや、彼女はね、カナダにね、うん、すごい有名な先生がいるから、その人について一流になりたいって言ってんだよ。だから俺は、何語学留学とかじゃなくて。じゃないよ。俺語学留学なんて言ってないじゃん。何の先生？何それ？ボイストレーニング。あ、ということは将来の夢っつうのは？歌手です。ベタだなぁ！ちょっと待って、これみんな笑ってる。笑ってるけどさ。びっくりする、びっくりするよ。いや、笑ってるけど。カナダまで行く必要ある？それってだって。なんでよ。ボイストレーニングだったら別にさ。いや、その子に俺同じ質問しましたよ。それ一緒じゃないの？そんな日本の。どう違うの？って言ったら、うん、やっぱり、向こうは、アメリカにも近いし、すごく、この、ショーとしての、その、やっぱ本場なんだってさ。うん、まあね、それはね、うん、で、あと、カナダっていう場所は、アブリル・ラビーンも出たらしくて、うん、なんか、そんな話聞いてたんだけど。じゃあ、今は、じゃあ、日本の、そういう、学校みたいなの通って、うん、音楽の。今は、うん、そう。ボイストリング。今やってて、うん、で海外で、治療になって。で、そう、笑ってるけど、俺たちだって、最初はさ、お笑い芸人になるなんて言ってたのはさ、お笑い草だったわけじゃん、本当に。まあね。ヨタじゃん。ヨタだったわけじゃん。それはもう、そう今仕事してんの、これ。みんなだってそうでしょ、チーム付き合えばだってね。夢もタチアナヨシキさんだってナイナイのラジオ聞いてさ。まあそうね。ラジオの世界に入りたいっ。それが今やってるわけだから夢叶った男ですよ。大沢さんだってそうですよ。波乗りたいっつって。でかい、でかいな波乗りたいっつって、それで、サーフィン留学この間だってしに行った。それの、その資金稼ぎのために今こうやってミキサーやってんだから。もうちょ、バイト感覚やってんじゃないよ。夢のゴールの人じゃないじゃない、そしたら。それだって、聖堂さんだってそうだよ、うん、それはもう、円達あちゃこに憧れてね。一人だけ古いな、だいぶ。まあね、踊り健介に憧れて、うん。で、お笑い世界入りたいって言って入ってきたんだから。まあね。それはみんな一緒だよ、夢のスタートをそうやって笑うんじゃないよ。いや、まあ確かに、それは、それは。お前夢に笑われるぞ。うん、どういうこと？何？何ですよ、夢に笑う。名言っぽく言ってるけどさ。うん。いやいやね。確かに。それはその子にまだ会ってないから、うん、どのぐらいのものなのかっていうのは分からない。状態で話すのは、失敬かも分からんけども、うん、いや、結構、その若林さんいろんなね、そのキャバクラ行ったことないから、うん、分かんないかもしんないけど、結構いるのよ。うん、そのボイストレーニング通ってるっていう、うん、やっぱキャバクラに働いてる子。ボイストレーニングでとかいるよ、歌手目指してるみたいな。こんなびったし話が合うことある？お前本当に言ってんのか、うん、この間だって、いたもん、阿佐ヶ谷の。うん。行ったらキャバクラに。おい、ちょっと待って。ん？同じ子じゃねえだろうな。いや、同じ子じゃないです。カナダにとは言ってなかったもん。ああ、じゃあ普通になんか、九州から出てきて、うん、ボイストレーニング通ってるっつって。言ってたよ。じゃあ、それはカナダにすごい、うん、いっぱい育てた人がいるらしくて。なるほど。っていうことだからさ、でも、うん、確かになんか大物の予感はしたね、すごいね。はしゃべってて、その子は。あ、なんかピンとくるもんあった。なんか、ビビビッとなんかこう来たね。あ、そう。うん。で、だからちょっとそこを応援したい、投資、まあ、投資というかね。うん。後押ししたい、そういう気持ちは、じゃあね、ビビビが来たから、うん。そうそうそう、だからこのぐらいは渡したいなっていうのは、それはあるだけの話で。え、額は別に提示しなくていいです、今別に。さ、指で出されてもさ。
うん、あ、そうか、しか言えないからさ。まあ、そんなこんなでね、いろんな党ができたり、党がね、こう、分かれたりしてますけども、政治どうですかね、どうなって急だな、随分。いや、ちょっと急だね。何が？キャバクラの話してて、急に政治の話っていうのはちょっと、体がついていかないよ。あ、そう。ね、じゃあ本編の方行きますか、じゃあ。行きましょうよ。あんま分かんないし、政治のこと今、ごたごたしてるから。まあでも、あれだよ、誰か一緒に行くから、俺。うん、それで見てみて。そうね。うん。行きましょうよ、じゃあ。うん、ということで、行きましょう。名工義塾プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、名工義塾、明治、愛の大学、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。